ニュースをお伝えします。朝鮮労働党中央委員会が第8回党大会に際して祝電と祝賀の手紙を送ったキューバ共産党中央委員会、ベトナム共産党中央委員会、ラオス人民革命党中央委員会、バースアラブ社会党中央指導部、カンボジア人民党中央委員会、南アフリカ共産党中央委員会、モザンビーク解放戦線中央委員会、メキシコ労働党全国執行委員会に返礼を送りました。朝鮮労働党中央委員会は返礼で、朝鮮労働党と朝鮮革命の発展で重大な政治的出来事である第8回党大会に熱烈な祝賀を送ったことに謝意を表しました。そしてそれぞれの党との友好協力関係を絶えず発展させていくことを確認する、国の自主的発展と繁栄のための党活動でさらなる成果があることを祈ると述べています。朝鮮でクオリティアップに努めています。平壌合成皮革工場では乳濁塩化ビニールによる合成皮革の生産工程を全般的に改造して、柔軟性と人性に優れた良質の合成皮革を生産しています。平壌カバン工場では生徒学生の好みに合うよう絵柄の印刷工程に新しい印刷方法を受け入れ、各種設備やジグも考案して増産と品質向上に寄与しています。中央芸術先導者で朝鮮労働党第8回大会が示した課題実行へと人民を奮い立たせる芸術先導作品を出しました。し、人民よ、殺生腐敗の党に従って前へ、漫才、夢、話、我が工場のマジシャン、首都合唱、進む社会主義など、時代の息吹が脈打ち、人民の思考が盛り込まれた作品は、朝鮮式社会主義建設の新たな勝利を目指して、歴史的な進軍に奮い立った党員と勤労者を大きく励ましています。中央非常貿易部門で、新型コロナウイルスの拡散を防ぐための宣伝キャンペーンを活発に行っています。1月に入って貿易活動で恒常的な緊張を維持することについての解説資料と動画、オーディオなどが制作されました。今各国へと急速に拡散する感染力がより強い変種ウイルスに対応して貿易の壁をさらに固めることについての宣伝キャンペーンが活発に行われています。新型コロナウイルスの予防と距離置きについての具体化された解説資料と動画が普及されています。怪しい物体、野生動物との接触危険性と処理規定について、そして機関や企業で守るべき貿易学的要求について解説したオーディオは、大衆的な貿易ムードを盛り上げ、行動の一致を保つのに役立っています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は大井恩祐でした。こちらは朝鮮の声放送です。贈り物の狩猟用のナイフをご紹介します。狩猟用のナイフは、敬愛する最高指導者金正恩委員長に、主計104年2015年8月13日、ロシア連邦武力東部軍管区司令官のセルゲイ・スロビキン上将から贈られたものです。訪朝したロシア連邦国防省代表団によって伝えられました。贈り物は柄の両端は真鍮で、中間部はクジャク石で作られ、後部はワシの頭を表しています。ナイフはクジャク石の台の上に置かれています。ロシアのカフカスには、最も尊敬する将軍にナイフを贈る習わしがあるといいます。贈り物の狩猟用のナイフをご紹介しました。にぎわう商店、社会主義の商店になるよう。平壌の指折りの商店の中にはチャンガン商店もあります。主治72年1983年11月に開店したこの商店は、客の絶えない人気ある店でした。
未来科学者通りを建てる際、倍に大きくさらに近代的な商店に増改築され、商品の保管と販売、購買者の便利を最大限図っています。人民生活の向上にいつも気を配る敬愛する最高指導者金正恩同志は、未来科学者通りにチャンガン商店の敷地を定め、完成予想案も見ました。そして開店を控えた治世尺4年2015年9月24日の夜、商店を訪れました。金正恩同志は商店の各フロアを見て、我が労働者が作った多様な良質の商品がいっぱいある、商品の陳列にも工夫を凝らした、明るい商店だ、雰囲気が良いと言いました。さらに市民がどんな商品を好み、どんな製品の需要が高いのか随時把握し、必要な対策を手抜かりなく立てて、商品を切らさず供給すべきだ、商品陳列の方法を絶えず改善し、先進的なサービスの方法を積極的に受け入れるべきだ、サービス係は人民の忠牧であることを自覚して、サービス精神を強く発揮すべきだと言いました。この日、金正恩同志は良質のさまざまな商品で商店を満たしておき、市民が好んで訪ねてきて思う存分買い物ができるようにして、にぎわう商店、社会主義の商店になるようにしようと言いました。その年の10月に開店した商店はいつも大客でにぎわっています。にぎわう商店、社会主義の商店になるよう、高台市とお話ししました。